周りの迷惑を考えなさいと言ってんだろうが。やるな日向。すが。あ、ウィス。こっち側同士だってことを自覚しなさいって言ってんのね。ねでやる気があろうが、仲間割れした挙句チームに迷惑をかけるようなやつは、あれ、なんか予想以上に。ヘッダーはやらせない。は、個人技で勝負挑んで負ける自己中なやつがセッターじゃ。キャプテン。何、やめろ。ナイス様か。うおらいい出だし。うるさい。おっ、ちょっと目離した隙に。失礼しました。あ、いい、田中その顔やめろ。くして戦えるって証明します。負けたら、どんなペナルティでも受けます。逃げるな。だってお前怒ると怖いんだもん。今別に怒ってないだろう。先輩って呼んでやれよ、日向。田中みたくバカ喜びすると思うから。ベスカー大さん、こっちには俺がいますよ。え、何、日向かぶってんじゃねえよ。楽しみにしてるわ。まさにエースって感じだよな。おい、なんでこっち見てる。期待してる。本音は？けど。すみません、すみません。次は負けません。次も負けません。シリーズ。こんなの初めて。勉強のしすぎかな。俺も勉強の。お前に限ってそれはないだろ。安心しろ。菅はもちろん西野屋も問題ない。お前と違って懐が深いからな。頼りにしてんだからな。エース。おお。大地が優しいとなんか怖いな。が山口。はい。一発いったね、山口。ナイスさ。ナイスさ。気楽に。ほら、行くぞ。すみません。あ、いえ。すぐ絡まない。おい、日向しっかりしろ。はい。どんまいどんまい。日向、落ち着いて周りも見ていこうな。すみません。これは企んでる顔じゃなくて笑顔。おお。あの影山が笑顔を作る努力を。森だろう。いよいよ最後のインターハイだな。とかなんとか。バイがビシッとだ。いいな。ちょっと、あんまプレッシャーかけんなよ。すが。お前まで考えすぎモードに入るなよ。ああ。ほらほら、そこはいくら勘ぐってもしょうがない。上がってるぞ、田中。うっ。及川すげえは最初から分かっていたことだろ。それにセッターの腕も攻撃の派手さも。思って。ほらもう、そんなこと言うところがワイルドじゃないもん。いっぱい点取って大谷もやって、サブもブロックもクイックも。ちょ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 、全部落ち着け。うわっ、どんまい、気にすんな。ひなたボケ。一瞬反省したらあとは引きずらなくてよし。はい。オーバーワーク厳禁。あ、ちょっとだけっす。ちょっとだけだぞ。自主練はほどほどに。特に山道を越えて帰ったりする系のやつ。ほらほら、休みは休むためにあるんだ。風邪なんか引いたらぶっ飛ばすぞ。ボケ。ちなみに今の力任せに打ったのは認める。素直か、偉いな。本番でもなるべく交代はマイナスを補うためじゃなくプラスの戦略で使いたいだろ。宿で騒ぐんじゃねえぞ。ウィス、探検しようぜ。イエーイ。ウィス、うめえ。帰れ。の小さい方は、何者と言えばいいのか。元気こぞ。得体が知れないやつですかね。得体が知れない。凶暴なサーブも今まで何回も切り抜けてきた。焦るとこじゃないよ、ひなた。今日はまだ使ってないんじゃないか。お前の新必殺技。向こうの動きは読みづらいけど、きっとお前の研究とかしてるんだぞ。してるんだぞ。してるんだぞ。俺
いやー俺たち霞むなんすがうちの王道エースもお忘れなく。フッ向こうのミドルブロッカーは日向についた。でその他スパイカーには残り2人で対応。よしここがチャンスだ。勢いに乗るぞ。キラスな、ここ絶対取るぞ。あお前がカバーに入ってんの見えてたのに。すぐ戻ってくる。それまで頼む。なんか沢村くん貫禄ついたんじゃない。この4ヶ月東京にある鉄塔は大体東京タワーに見えるんだよ、うん、地方人には。おいそれ僕ゴー日向に聞いた。ああベスト8止まりだ。このままの勢いで一気に決める。2セット目も取るぞ。ああかけてくんのかよ。ほぼスパイクじゃねえか。だんだん照準合わせてきてる気がする。よし行くぞ。カラスのファイト。もっと食べなさいよ。よし絶対行くぞハルコ。じゃないだろ。そうだけどさ、俺は最初の3対3やったと焦って止めるから、その時は手伝ってね。俺たちはまだ発展途上もいいとこだし。これは偶然聞いた話だから黙っておくべきかと思ったんだ。監督たちのおごりでバーベキューらしいぞ。まずお前らがこれから絶対に守ることは授業中に寝ないこと。春高で宮城の代表になれるのは一校だけ。俺たちが全国に行くには。おいどこにも逃げられないぞ。縁の下捕まえろ。はっやってやる。全員で東京行ってやる。